にちは、自然農家ともちゃんです。1週間、2週間前にあけびの動画をアップしました。それ以来お元気でしたか？私はお元気でした。あ、元気でした。はい。あけび、それから、今売ってるのがレッドキウイ、そして、渋柿、本当は美味しい、熟すと美味しい渋柿っていうのを売ってます。よろしくお願いします。さてさて、今日は、スズメバチのレポートです。はい、ここはですね、うちの新しく、植えた栗の畑ですね。はい、新しくって植えても、植えて、まあ、4、5年は経ってるんですけど、なり始めてますね、栗。ほら、美味しいでしょ。はい、それで例によって井上先生に来ていただいてます。スズメバチがいるんですよね。いますね、これ。蜂が出てこないんで、種類が蜂が出てこないので、ね、この栗の木に草刈りをしてたら見つけたんですよ。危なかったですね。刺されなかったです。いや、もう追っかけられました。追っかけられて、でも刺されなかったです。小型スズメバチじゃないんですか、これ。あそこにいるんですか。出てきました。どこだろう。あ、いたいたいた、あそこです。あ、出てきましたね。はい。写真撮るか。はい。います、います。これ以上アップになりません。あまり近づかない方が。はい、近づかない方がいいですね。はい。いや、草刈りをやってたら、これはですね、オオスズメじゃないですか。オオスズメ。オオスズメバチですか。なんか今チラッと見た感じが、こんな感じ。結構大きいスズメバチですよ。大きいですね、オオスズメは。はい、で、ブドウ畑とここに同じような巣が、はい、どうですか。あー、ほんとだ、大きいですね。模様から言うと、なんかオオスズメバチ、はいのような気がしますね。ちょっと映り込んじゃってわかんないですけど、オオスズメバチかもしれない。そういう気がしますね。じゃあ捕獲してみて。先生、種類は大体見ればわかるんですか。ええ、近くで見れば。すごいですね、それは。私なんか区別つかないです。毎年スズメバチの巣はね、発見するんですけど。毎年います。とっくりのような最初。はい。はい、あ、とこに巣なんですよ。じゃあ小型スズメバチかな。小型スズメバチですか。小型スズメバチは最初とっくり型の巣作るんですよ。あ、そうなんですね。じゃあとっくり型だから、働きバチが生まれる前は、はい、とっくり型の巣を作りますね。だいたい5月頃ですね。5月頃ですね。はい、じゃあ捕獲してみますか。やめたほうがいいですね。やめたほうがいいですか。1匹捕まえると、はい、あ、そうか。フェロモン出したりして、はい、仲間がね、蛍光フェロモン。へえ。フェロモン出します。捕まえられた蜂がフェロモン出すんですよ。捕まえられた蜂がフェロモンを出すので、捕まえないほうがいいそうです。ですね、この枝を揺らすとね。興奮する。あ、やめたほうが危険ですよ、これ。あ、出てきた。危険ですよ。出てきたです。うん、はい。ちょっと危険ですね。危険ですね。大きさがね、はい、ちょっと小さい感じがするんです。もっと大きい。でも、とっくり型の、巣を作ってたんだから、作り始めたので、はい。じゃあ、小型スズメバチですね。小型スズメバチ。小型ですね。はい。今、聞いてましたか、皆さん。とっくり型の、最初巣を作り始めるときに、とっくり型の巣からだと小型スズメバチだそうです。小型スズメバチの性質ってどんな感じなんですか。いや、まあ、結構やっぱり
スズメバチですからね。はい。刺激するとやっぱり刺される恐れがありますね。刺激すると刺される恐れがある。はい。あの巣の近くで捕まえるとね、ちょっと怖いですね。怖いですね。はい、巣が近くにないところでよく飛んでるやつ取っても、はい、あの仲間が集まることはないと思うんですけど、今まで。随分取ってきましたけど ね、捕まえてきましたけど、この巣の近くでそれやるとあの仲間がこう、はい、続々とこうと飛び出してくるというふうに言われてますね。仲間が続々と飛び出してくる、仲間が出てきて、はい、周りをこうブンブン飛び回って、ブンブン飛び回って、で刺されるということらしいです。はい、私経験ないんですけど。あ、そうなんですね。いっぱい刺されちゃいますね、そうしたらね。あ、刺されたら危険ですよ。うん、私は実は刺されたことはあります、オオスズメバチに。あ、ですよね。はい、痛かったですけど、でも大丈夫でしたよ。あ、もうこれはね、焼酎漬けか何かにしたわけですか。そうですね。いずれにしても昼間駆除するときはあの夜をやるんですよね。はい、わかりました。ということで、小型スズメバチの巣レポートでした、ね、ね、はい、だと思うそうです。でもとっくり型だったから確定ですよね。はい、ここはちょっと、世界一危険な栗畑です。はい、これは奥手の栗ですね。はい、それじゃ。